はい、ハーブのある生活です。ちょっと今日は元気がない感じですけど、ちょっと理由がありまして、昨日久しぶりに見てみたら、うちのイタリアンパセリのところに食い荒らされてって、アゲハの幼虫たちに、なんか4匹ぐらいいたんですけども、あれだけあったのがもうあっという間にいなくなっちゃってて、ちょっと移動してもらいました。もうちょっとさすがにね、全部食われちゃうと困るので、あっちの木工柄の方も結構でかくなってたんで、もうさなぎになるかなって感じで、木工柄の方にちょっと移動させたんですけど、今日はちょっとそれとは別で見たら、なんとびっくりです。パセリが全部丸ハゲになって何匹いるんだこいつら。ここにでかいのがちょっと見えます、これ。ちょっとすごい勢いで食ってんねんこれ。泥棒、こんなでかいの見たことない。1、2、ここに3、4、5、あそこの奥にも6、あれはホースですから違いますね。あ、ここに見た7、もうね全滅ですね。パセリちょっと見てない間に、いや参ったたな、これは。もうなんか住処にされちゃってる感じだよね、もうね。なんか結構腹立ってきたな一生懸命調理育てたんだけど、こんだけうじゃじゃ来てると。見えますかねこれ、ちょっとこの全体像ちょっと見づらいかもしれないけど、ここだけでほら1、2、3って言うんでしょ。ここに4、5、あ、ここにもいた。6、7、あ、こいつさっきのやつか。なんか下に移動してきて食うもんがないみたいな感じで、いやどうしようかな。これ向こうに移られて食い荒らされたら困んないな。こんだけいたらもうあっという間に壊れちゃうと思うんだけど、いやーちょっと残念ですね。パセリは、まあパセリはしょうがないにしても、どうしようかなこの人たち、困っちゃったな。しかもいいね、ちょっと考えます。今日は悲しいんだか嬉しいんだか妙なお知らせでした。まあ、さっさと早く蝶になってどっか飛んでけ。